なんであんな炎上したんだろうって不思議ですよね。もうとにかくコロナ禍で攻撃対象を見つけたいっていう、もう何かにつけて攻撃したい、攻撃できる相手を見つけたい、強いものいじめしたい人はね思うんだけど、やっぱりしんどくなったり不安になったり、その不安がピークになると攻撃する対象を探すんだよね。周りが敵だらけに見えてきたりしません？そんな状況いいよ。ですか。自分がもしそういうなんか自分がやることなすこということが週刊誌とか含め世の中のコメント含め責められたら違うよ。それってさ、はい、しょうがないじゃん。100人いてね、99人にありがとうって言われた、うん、1人にお前なんか嫌いだよって言われた。99人にありがとうって言われてるのに、その一人のお前なんか嫌いだよに傷ついてるのと一緒。なるほどなるほど。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。スキャンダル系で最後で言うと、これもまあ最近ですかね、あのブランドのアパレルのデイジー社。ああ、あったね。はい、もう記憶にあれですか。いや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 、記憶にあれですかじゃなくて、それ結構ねショックだった。ショックでした。うん、本当に。ただあの後ね、うん、結構言われたんだよね、なんでおめえ謝らねえんだよみたいな。はいはい、ネットでね。はい、これは僕が思ったこと。いやいやいや、あなた服買ってないでしょだから、うん、これも僕が本当に今まで言ってることと一貫してることだけど、僕は大多数の関係ない人に謝るつもりはないから、うんうん、だけどせっかく応援しようと思ってくれた人たちや商品を買ってくれた人たちに対しては全部手書きで謝罪文を送って、うん、申し訳ないって、っていうことを送ってね、僕はその人たちに対しては本当申し訳ないという気持ちはあるから、それは全員に送った、うん、だけど世の中に対して謝れみたいなこと言われると、うん、いやいやちょっと待ってくれって、うん、なんか関係しましたみたいな、うん、と思ってあるでしょ。それはもう一貫して僕がずっと言ってること、うん、だから謝るべき人には謝る、うんうん、し応援しようと思ってて期待に応えられなかった人たちに対しては本当申し訳ないとは思ってる、うんうん、だからその人たちに少しでも届くといいなと思ったから、うん、手紙書いて送ったんだけど。そうなんですね、うん、まあ、本来謝んなきゃいけないのはそのおそらくはデザイナーの方なんじゃないですか。まあだけど、まあ、そうなんだけど、うん、でももうプロジェクトで名前が前に立っちゃってるから、うん、ね、しょうがないよねそれはね。うーん、ね、分かんないもんね、うん、例えば流用したものかどうかなんて、まあ、分かりようがないですよね、うん、服なんて特に分かんない、うんうん、だから、まあ、分からなかったから OK とは言わないけどね。僕はそのことに対しては、うん、一番僕が思ってることは、せっかく応援してくれようとした人たちがこんなにいるのに答えれなかったっていう、そこに対して本当に申し訳ないっていうか、うん、残念。その気持ちが一番だよね。誰がいいとか悪いとかそういうことは別にしょうがない。今更も言ってもしょうがないから、それはいい。ただ僕もデイジーに関わって、でデイジーがそれをやらかしてしまって、うん、デイジーの社内のことで起きたことだったからね、うん、でもそれで僕がじゃあデイジーとはもう縁を切るよみたいな感じになるのも、それ僕の生き方と違うから、うん、だからデイジーがしっかり売り上げが立てられるように、うん、立て直しは手伝ってる。あ、今も売ってるんですか。売ってる。なるほど。それはじゃあ、あれもう一人のローランドさんも同じ感じでやってるんですか。いや、彼はもうじゃあ抜けてっていう感じですか。彼はもうすぐに、なんかあれでしたよね、そうそう、二角さんと同じタイミングかもうちょい早いぐらいに、なんか謝罪動画かなんか開けて、自分が、あとじゃない、あとでしたっけ、うん、あと、まあでもその連絡は先に来たけどね、自分離れますみたいな。なるほどなるほど。で、うん、もうそれで関係ありませんっていうふうになってる感じなんですかね。彼はね。うん。で、学さんそのあ、そっか、もともとデイジー社の社長とも仲良かったんでしたっけ。うん。じゃあそのまま潰れちゃってもあれだから、サポートを今 しているってことなんですね。大変ですね、それもまた。こういうこと並べると全然自分満々じゃないじゃん。そうですよね。いろんなことあるじゃん。はい。だけどいろんなことがあっても
人生ってトータルで考えたら面白いぜって。こんだけいろいろあっても、うん、なるほどな。つまんない人生送るのと、うんうん、しんどいけどめっちゃ楽しいっていう人生、うん、どっちがいい？いや、大変でも楽しい方がいいですよね。だよね、うん、僕はそういう人生、うんうんうん、だから人から見たら、まあ、ムカつくとこもあるじゃん、うんうん、そんなことがあってんのに少しは傷つけようとかねそういう人もいると思うんだよ。はいはいはい、うん、いやいや、お前の知らないところで勝手に傷ついてるからなるほど、ね、お前には絶対見せねえからねなるほど。なんだろうな、僕がいつも思うのはさ、こういうのを撮ってね、はい、最終的に後々僕は死んだ後にね、はい、まあ、誰かが見ることがあったとしたら、こんな風に生きれたら面白いなとか、うん、こんな考えで人生を送れた方が絶対楽しいだろうなって思える何かの一つのきっかけになってくれれば、うんうん、まあ、このインタビューにも意味があるのかな。愚痴を言いたいわけでもないし、うん、言う必要もないし、うんうん、愚痴言うほど自分の生活ダメかって言ったらそれこそね、はい、世界中的にまあそうだし感謝してるし、うんうんうん、でまだ生きてるし、うん、ね、分かると思うけど、僕ほらまだ体治ってないって話したじゃん、はい、まあ、パッと見分かんないかもしれないけどさ、うん、こことか、はい、触ってみたら分かるんだけど。ああ本当だ、分かる、はい、これのもっとひどい状態が全身にあったんだよ。ああうわー大変だ。それでさ、表出れる。ああそもそも痛いか痒いかでもあれなんじゃないですか。痛い、いやもうね、本当にね、みんななんかね、苦しいことしんどいことあるかもしれないけど、はい、でも努力によってほとんどは解決できる。でその努力が報われた時、自分に対して少し褒めてやってもいいんじゃないのかなって思うし、あと別に見返り求めてやってるわけじゃないし、何かお前ら返せよって思う必要もないんだけども、うんうん、これは僕の経験から思うことは、自分がやったこと、他人に対して何か助けたことは必ずいつか返ってくる、うんうんうん、逆に他人を責めたこと、他人を罵ったことは、まあ、それも自分に返ってくる、うんうんうん、まあ、結局は全部自分に返ってくるんだろうね、うん、やったことが。先輩にぶっ飛ばすぞって言ったことも自分に返ってきて、まだ続いてるまだ続いてるもん。いやでも良かったっすよね、体が復活してきてね。こうそれはもう努力の結果なんでしょうけど、再生医療との出会いっていうのもあっての今じゃないですか、うん、しっかりその出会いもそのタイミングで用意されてんだなっていうところを考えると、なんか捨てたもんじゃないなって思いますよね。そうね、これが僕が家の中に引きこもってずっと携帯や画面を見て生活してたら起きたのかって話だよね。そうそうですね、一歩足を外に向けて行動を始めて、そこから新たな出会いが生まれる、うんうんうん、特に深いつながりはね、うんうん、そうですね。という感じで、全てが順風満帆でボロ貸し続けてるように見えてた岳さんにも、実はいろいろ大変なことが裏切っとかないもの、実はじゃないんだってみんなあるんだって常にことが いじめる側にいるんだと思ってた大魔王岳さんが、実はいろいろ今までもあり続けてたと。あのねいじめる側とか言ってるけどねあの僕は基本的にいじめるのはプレーだけ傭兵がいじめてくれって言うから言ってない、言ってないいじめてんだぜ いじめてくれなんて言ってないですもうたまに言われるんだよ、いじめとかあったことないからいじめられる気持ち分かんないでしょみたいなこと言われることあるんだけど、はいはい、あちょっと違うかもしれないけど、質問、僕の学生時代ね、僕ね上級生から目つけられてて、はい、いつも、はい、2、まあ、2年の時、机がね3階からね降ってきたことある死ぬやつじゃないですか。そう、歩いてたら横にドーンっつって
ぐしゃーはしゃげてる机見て、なんだこれと思ったらパッて見上げたら3年が惜しいっつって笑ってんの見て、まあブチ切れてしまったっていうまあ多分その頃だろうな、先輩への異常なほどの性癖のように見える反骨が、あ 今話してて分かった気がする。僕その時にブチ切れて、あの何学校のほらあの消火器あるじゃん、はい、消火栓っていうのホース、はい、あれ振り回して全員殴ってたの覚えてるなるほどなるほど、そこからだったんですね。でもね、でもやっぱつらかったよ、うん、すっごいもう毎日のようにやられたから、うん、で、まあ、許せなかったというか諦められなかったから、だからやってたんだけど、うん、最後まで、はい、でもそれは僕は間違ってないと思ってるからね、うんうん、だからいじめられた経験がないかって言われたらある、うんうん、帰り討ちにしただけで、そうなるほどなるほど、しかもその時を助けてくれる仲間一人もいなかったからね、うんうん、みんなビビっちゃって、はい、上級生だし、うんうん、一人でやるしかなかったから、でもそんなもんじゃん、うーん、一人でやって誰かが助けてくれるからやるんじゃなくて、うん、一人でやって初めて何か見えるんじゃない、うん、じゃあガクトさんが先輩に対して厳しいのもこれで何かヒントが見えましたね厳しくはないんだけど、やられたからやってただけなんだけど、ね、忖度がないんだよね。あ、そうですよね、ちゃんと後輩もぶっ飛ばしますもんね。そうなんだよ、うん、そうだから先輩だから後輩だから先生だから恩師だからっていう忖度がないんだよ僕は。はいはいはい、それ昔から忖度がない誰誰と本当に忖度がない、平等に扱ってると、いや平等に扱ってるんじゃなくて誰に対しても平等に切れるなるほど、それだけなんか前匠さんが話してくれたエピソードで、まあ、学生になるスタッフがすごいミスをしてしまって、でそれがライブの時だったのかな、でこれは兄さんブチ切れるぞと、お前このままだったらボコボコにされるぞっていうんで、それを少しでもあれするためにまず匠さんが思いっきり切れて、まず俺が一発殴るから、そしたら学生は殴んないかもしれないから、それでその作戦で行こうっつって言って匠さんバーン殴ったら、その後学生からもっと殴ってその時に学さんに殴られる時に話が違うっていう、匠さんとその人がずっと目がスローモーションのなんでってなって吹っ飛んでったっていう話は聞きました。だから僕が思うのは、そういう忖度をすると痛い目に遭うぞって話が違うみたいな、倍殴られてるみたいな感じだったらしいですけど、はい、ということでですね、今日のインタビューはこの辺で、ありがとうございました。ありがとう。勇敢なるノースブリッジ編集部員たちよ、これまで惨憺たる卑劣な偏向報道を続けてきた地球報道メディアの半数は宇宙に消えた。我々が長きにわたる潜入取材で勝ち取った2023年9月4日出版のこのガクト敗戦記こそ世界の驚嘆に値するガクトの真実である。すべての事件の真相を正確に伝えてこなかった地球報道メディア、そして独断で正義を振りかざす軟弱なアンチ集団にいかほどの言い分が残っていようとも、それはすでに形骸である。正直に言おう、炎上におけるいかなるアンチコメントもガクトは読んでいない。そもそもガクトは世間をざわつかせるために生まれてきた。我々は地球のためにガクトの全てを白日のもとにさらさねばならんのである。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を最後まで読んだ読者たちだ。よくやった、ノースヴィラ
Edge! Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.